皆さんこんばんは。今日はルイスにお留守番モニタリングをしていこうと思います。今ねルイスはジムに行ってるんですけど、帰ってきたら私はお母さんとランチに行くというねメッセージを残して消えますので、ルイスがね一人の時に何をしているのか見ていけたらいいなと思います。ロゼもねルイスとロゼのね私がいない時の絡みも気になりますねいつも二人で何して遊んでいるのかそういうところも撮っていけたらいいなと思います。少しだけちょっとね仕掛けというかを用意しましたので紹介します。はい、ここにお母さんとランチ行ってきますっていうボードを書いたので、これを置いて出かけようと思います。ここねいつもルイスが座ってる席なんですけど、ここにミッフィーさんを座らせておきますので、ルイスがどういう反応するのかも楽しみですね。あとですねキッチンこの洗ったものをねそのまま放置して出かけようと思います。片付けてくれるはずですはい、ですね、もう一つなんですけど、ちょっとルイスがお留守番中にね、程よいタイミングでちょっと意味深ラインとかをね、送ってみて、反応も見ていこうかなと思います。私はね、自分のお母さんの実家に行ってモニタリングしようと思いますので、早速実家に急いで行こうと思います。じゃあ、ちょっと隠しカメラをね、3台ほどセットしましたので、それでルイスの様子をリアルタイムで見ていこうかなと思います。じゃあ、早速やってみよう。Let's go!はい、今ねお母さんの家に来たので、とりあえず今カメラをセットして、ルイスのお留守番の様子を観察していこうと思います。ルイスがジムからもう帰ってきたら困るので、様子を見ていきます。今ここでね、こんな感じで、あ、帰ってきた、あ、帰ってきた、帰ってきた、リサちゃん、I'm back! I'm back, darling! Darling! あ、私のこと探してますね。あ、ロゼ、ロゼちゃん、来て、来て、来て、おいで。ロゼちゃんの足音が可愛い。お、メッセージに気づきました。Oh, mommy's gone for lunch with her money. Come in, come in. ロゼと遊ぶかな、待って。Right, let's look for some lunch, shall we? Let's look for some lunch, shall we? なんかランチ作るって言ってます。Right, looks like I've got to go and get something from the convenience. Is that up? 冷蔵庫何もないからコンビニに買いに行くって言ってますね。え、家出てっちゃうの？お留守番ドッキリなんだけど。Right, let me send mommy a message and then I'm just going to pop out, okay?メッセージを送るってますね。ちょっと LINE 来るかもしれないんで見ときます。おい、はい、来ました。 Hey babe, have fun with your mom. Enjoy lunch. Love you, Rose. ごめんね、ごめんね。I'll be back in a minute. おい、I'll be back in a minute. ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。お母さんとランチ楽しんでねって来ましたね。出てっちゃった。まあ、コンビニに行ってるので、ちょっととりあえず待ちですね。あ、帰ってきた、帰ってきた。ランチ。何買ってきたんだ？なんか、おにぎりとか、そんな感じかな。You guys in my seat, huh? ん？ロゼちゃん。Maybe in my seat. どうする？ミッフィー見つけました。ミッフィー、ルイスの席にね、ミッフィー置いといたんですけど、どうするミッフィー見つけたみたいで諦めて私の席に座るそうです。 Hi, mommy's having fun. Wonder what she's eating. Do you know, dear? Let's get two plates. ちゃんとお皿を探してる、偉い。お皿に出して食べるんだ。What do you want? Follow me around. You want a plate as well, do you? Okay, I'll get your plate. What size do you want? Little one, okay? Yeah? Yeah? This one? Alright, let's do that then. Yay! Go, Miffy. Miffy の分もランチョマって用意しとるやん。マジでさ、ルイスってすることがね、子供なんだよね、もう。
なんかおままごとをね、こうガチで大人になってやる人初めてだわ。Oh, I know. I know another thing. I got some secret for you. ない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 。シークレットって何？怖いんだけど。ロゼになんかあげんのかな？ロゼ、ロゼちゃん。ロゼ、何これ？何これ？何これ？あ。ね、ロゼにドッグフードあげようとしてんじゃん。もうね、ロゼはね、朝と夜にね、28g ずつドッグフードを食べるだけなんですけど、まあ、たまにね、おやつ代わりにドッグフードあげるんですよ。うちはおやつ一切あげないんで、そのドッグフードをお皿に結構入れるやん。ねえ、食べ過ぎ食べ過ぎ。食べ過ぎというか、あげ過ぎあげ過ぎ。うわー、だからルイスのこと好きなんだろうぜ。気に入られようとしてんな。スパムおにぎりかな。なんか最近ルイスハマってるんですよ、スパムにめちゃくちゃ。うわー、美味しそう。食べる？ファミチキか。ファミチキ。美味しそう、お腹すいたわ。私ランチ行くとか言いながら行ってないからね、マジお腹空いてるんですよ。いいかな、みーちゃん。いただきます、いただきます。あ、ロゼちゃん終わった。ロゼ食べ過ぎ、本当にこれはね、ロゼあんま食べないんですよ、ドッグフードとか。ですけどこのドッグフードはもうおやつにしてるぐらい本当にルゼのお気に入りドッグフードなんですよ。なんでもあげたらあげただけ食べちゃう。あげすぎだって。うん。うん。まあ、リスが分かるのに、あばっきり返すね。そういえば、ルイスに変身してなかったな。あとで変身します。リスは何だね？あ、リスも。あ、リスは何だね？リスは何だね？わかるから、あれどこ行ったってなるから、そのバレるよ。約束しなくていい、約束。あのね、食べたらバレますよ。ねえ、ロゼ夜ご飯食べないじゃん。ずるいわ、そんな。私もあげたいわ。そしたらもう気に入られるのに。ジム行った自慢をミッフィーにするな。普通にね、もし一人暮らし の独身男性だとして家でこれをやってたらマジでやばい。めっちゃ同じだね、ちゃん。あ、またロズにあげる。あ、なに、he's got muscles like daddy, right? Eating and training. Is that what you want to do, huh? ダメだって。ルイス、ランチ何食べるのって送りました。3人食べてる。おいしいよ。Don't tell mommy I have some pancakes as well. 来ました。はい、3人食べてる。3人食べてる、どういうこと。スパムおにぎりとファミチキ、おいしいよ。 What you having for lunch, but it's yummy. リセは何食べてるのって、絶対おいしいもの食べてるでしょって来ましたね。怖いかね。あ、ロゼちゃん、ミラクル、ミラクルね。どうしよう、どうしましょうか。あ、マミ got some secret drink, didn't she? 何飲もうとしてるんだろう。みちょ、みちょ、みちょ。あ、もう完全にやってますね、これ。私のね、コストコで買ったスノードリンクあるんですけど、勝手に飲んでますね。確信犯。別にルイス飲んだらダメとか言ってないんですけど、多分ルイス的には私のドリンクだから飲まないようにしようと思ってたんだと思いますけど、こっそり飲んでますね。もうアウトです。いいよ。いや、ミフィー飲まないって。おいしい。あ、
feel myself becoming beautiful already. Ah, pancake yan. パンケーキ食べようとしてますよ、彼。それ私に言ってないんですけど。半分ミフィネ。パンケーキ食べたこと私に言ってない。これは確信犯。ジムで鍛えてるからパンケーキ食べてることは秘密にしたんですかね。ずるいですね。ちょっとね、ルイスに私のランチの写真を送ろうと思います。これ、この前お母さんとランチ行った時のランチの写真です。なので、今日の写真じゃないんですけど、それっぽいものを送ります。お、送りました。だから、美味しそう。既読早すぎない。ロゼに見せなくていい。です。ロゼとルイス。今からちょっとロゼと遊ぶっぽい。かわいい。ロゼがかわいい。ロゼはね、ちょっとソファーに乗るとね、捕まるので警戒心があってソファーにはなかなか乗らないんです。なので頑張って誘導してますね。階段を使ってね、ソファーに乗るんですけど、なかなか乗りたがりません、彼女。かわいい二人。優しいですね、やっぱルイス。なんか私がいないところでもなんかロゼに優しくしてるのを見て、あ、なんか本当にやっぱ優しい人だなって思いますし、あともう2人がね、もう犬同士で遊んでるみたいで、もう癒し。あれあれあれ、いつもね、ルイス・ローゼにマジックするんですよね。これもうね、遊び始めたら止まらないんで、多分30分ぐらい遊ぶんじゃないかな。大丈夫かな。私ね、もうなんで自分の髪にゴムです。今食事とロゼとの遊び風景だけですね。特に私は寂しがってる様子はない。でも多分ね、30分ぐらい遊んでたんですけど、ちょっとやっと立ち上がりましたね。私のホワイトボードをずらして何をするのかな。お、料理する感じですかね。キッチン、まな板用意してるんで。あ、このリンゴはね、リンゴ狩りに行った時に買ったリンゴです。リンゴ食べるのか。セットしてますね。予熱してるから、お菓子作りですかね、もしかして。まあリンゴでね、お菓子といったらね、イギリス人ならわかると思うんですけど、アップルクランブル。ルイスね、大好きだし作りたいって言ってたんで、もしかしたらアップルクランブルかもしれない。でもさ、なんか私がもしね、お留守番というか、ルイスが一人でランチとか行ってるったとしたら、もうそもそもなんか、キッチンでなんか焼き菓子作ろうとか、そういう活力がなくてですね、ソファーに一生寝っ転がってロゼと寝てるぐらいしか、マジ取れ高ゼロになるんですよ。でもこういう風にね、ルイスがなんか焼き菓子作ろうとしてくれてたり、お留守番してるだけで可愛いっていうのはずるいですね。リンゴ切ってます。リンゴ皮むくんだ。お皿に敷き詰めてますね、リンゴ。これはもうアップルクランブル説高いぞ。私大好きなんで嬉しい。あ、ルイスからね、LINE 来ましたね。 What time are you planning to be back, babe? Take your time, of course, just wondering. 何時に帰ってくる予定なのって。もちろんゆっくりしていいけど、ちょっと気になったからっていう LINE ですね。多分ね、アップルクランブルが焼ける時間に帰ってくるのかどうか気になってんじゃないかな。ちょっとね、ここでね、ちょっと思ったんですけど、普通にね、まだね、全然私はね、寂しがってる様子がないのが寂しいので、意味深ラインを送ろうと思います。
寂しいラインを送る人よくいるじゃないですか。なんかどうしたのとか、そう興味をそそりたくてよくわからないラインを送ってくる人がいるんですよね。宇宙シャルラルだと思うんですけど、あのそういうよくわからないラインを送ろうと思います。ちょっとルイスを心配させるというか、そういうラインを送ろうかなと思います。じゃあ行きますね。はい、送りました。ん、あ、見ましたね。言わないといけないことは返信すぐ返ってきそう。心配そうな顔してるか、微妙だな。あ、来ましたね。どうした、 What's up baby? OK ベビーどうしたの、大丈夫って来ました。うわー難しい、この後の返し。やっぱり何もないって送ろうかな。なんかそれこそ意味深ないんじゃない。ちょっとやっぱ何もないとか、ちょっと送ります。ええって言ってる。なんて返ってくるかな。あ、来ました。Baby, you can tell me anything. It's about me. やっぱり僕には何でも話していいんだよって、僕についてのことをってきましたね。多分私がルイスのことで何か怒ってるのかなとか思ってるのかもしれないです。とりあえずここは一旦既読無視でいきます。リンゴとシナモンかなを混ぜてますね。美味しそう、早く食べたい。 We got two now, Rosita. One for mommy and one for mommy's mommy.既読無視してるんで、多分心配してんのかな。 LINE 来ました。 Darling, did I leave the house mention? I'm sorry. もしかして僕が家散らかしてたからかなって、ごめんねって来ましたね。ここで可愛い LINE 送ろうと思います。はい、 I just missed you when you were at gym. ルイスがジムにいたから、その時寂しかったって伝えたかったっていうことを送りましたね。こんな可愛い LINE 送る人おる？可愛い。ごめんね、When you come back, I'm all yours, looking forward to seeing. ごめんねって、リス帰ってきた時、僕は全部君のものだよって、早く会えるの楽しみしてるって来ましたね。絶対にやけてるよ。ちょっとにやけてるでしょって送ります。あ、うん、にやけてる。リスもって来ましたね。私全然にやけてないし。じゃあちょっとそろそろね、あのお家に帰ろうと思います。お家に帰ってルイスの反応を見ていこうかなと思います。あ、ちょっとね、モニタリングしてることを匂わせたいな。もしかして今アップルクランブル作ってるみたいな LINE を後で送ろうかなと思います。家の目の前とかで。リセとルイスです。美味しそう。Are you making apple crumble? Mommy sent me a messageWhat? She back? Hello, Mom! Hello! Oh, hello! Hello, Mom! How did you know I was making apple crumble? How was your lunch? Was it nice? I was watching you! Me? You're watching me? Do you? What do you mean? Today? Yeah? Yeah?ルイス結構変かなと思う。あそこと、そこと、そっちにカメラがあります。Wait, what? No, 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 you've been filming. Oh, no! 恥ずかしい、恥ずかしい。アップルクランブル作ってくれたの？ So that's how you knew I was making apple crumble? そう。How's your lunch? 行ってないよ。行ってない？ずっと実家に隠れてた。ずるい。地域。本当？本当？ベース、パン食べたね。パンケーキ。ルビー食べてないね。食べてる。見た？ごめん。ごめんね。見たよ。ごめん。ごめんね。ごめんね。のせちゃん。お留守番ありがとうね。楽しそうだったよ。可愛かったのせちゃん。Oh, you're just in time for the apple crumble. There's only like 10 minutes left.楽しみ。うん、楽しみね。マジで美味しそう。ありがとう。うん、こちらこそ。こっちで、こっち来て。そっちから？このめっちゃ高いところから撮ってました。やば。ロゼ、Did you see that? Did you know? Yeah, she did. Did you know? Look, look, ロゼ。ロゼ知ってたね。Cheeky, both of you. ルイ
スとロゼがずっと仲良く話してるところを見ると、なんかもし私たちに子供ができた時もそういう風に話すのかなと思って愛おしかったです。絶対するよ。じゃあ、 皆さん、お留守番ベースも可愛いなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。アップルクランブルありがとうね、美味しく食べます。楽しみ。じゃあね、バイバイ。ベース Hello. 今日のベースイングリッシュは Today's English is keep an eye on. 意味は見張る。You can use like Rise was keeping an eye on me while she was away. なるほど。みんな使いましょう。使いましょう。Keep an eye on. Keep an eye on. Thank you.